はい、皆さんこんにちは、ジェンディーマムです。今は日曜日です。日曜日のお昼です。まあスクワットの10レップの週が、昨日で終わって、木曜日に、まあこの今の動画出す動画のスクワットなんですけど、まあ10レップ自己信用を出せたので、昨日の練習はかなり軽めに抑えました。でいよいよ、まあ明日から7レップに移行していきます。7レップとあとインターバルもやっていきます。インターバルなので7本5セットと、まあ、インターバルで10本3セットの計8セットやっていって、もうおそらく総負荷もこの10本の週よりも上がってくるんで、まあ、疲労度とかも結構変わってくるかなと思います。でまあ今後のスクワットの計画なんですけど、まあ、あくまで僕個人の話ですよ。僕個人の話ですけど、まあ、大体7本で5セットしっかり組める重量が今のところクリーン&ジャーク上げることができてる重量なんですね。なんで、まあ、200が一応今度の国体で上げたいって目標を立ててるんで、この7本の期間はなるべく200キロに近い重量で7本セットで組んで、どんどん脚力を上げて、しっかり国体で200キロ余裕を持ってクリーンをして挙上できるように体を作っていきたいと思います。いい感じにね、今強化できてるんで、まあ、その様子を伝えていけたらなと思います。ということで、まあ今日の動画は、木曜日に撮った7レップのあーすいません10レップの動画なんで、まあ、結構だいぶというかかなり頑張ったんで、まあ、そちらをぜひ見てください。それではどうぞ。ということでスクワットです。朝一発目のトレーニングなので、ウォーミングアップをしっかり多めにやっていきます。これは、股関節がしっかりはまるように調整してます。下の位置で。この190キロが前回よりも軽かったので、まあ、今日はいけるかなと思いました。ということで自己新の210キロいきましょう。Thank you.
なんとかいけました。8本目からもう心肺機能がきつくて、もう心臓がめっちゃ痛かったです。もうずっとこんな感じでしばらく動けませんでした。ちょっと画質が落ちるんですけど、気を取り直して軽い重量でまたここから3セットやっていきます。ここまで来るともう足も張ってきてフォームも崩れてきやすくなるので、しっかり崩れないように意識してやっていきます。さあラストセットです。はい、今週もやりきりました。来週から7本頑張っていくので、ぜひそちらも見てください。ありがとうございました。